Yes, the eagle flies on Friday and Saturday. They call it stormy Monday, but Tuesday's just as bad. その感覚でそのままベース弾いたりとかいろいろやると結構うまいこといくんですよ。こういう曲って、うん、はい、例えばこんなところに落としたら、うんうん、もうそれ以上落ちんやないかっていう。そうなんですよ。だからシャッフルのフィールドがもうこれから4年やってくるんで、そうそうそう、これをベーシックにするとすごくそのスネア狙わないかっていうあれがなくなるんですよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワンってなってるのが、うん、2-1-2-1-2 ってなってだけ、それだけの違いです。Georgia, Georgia, the whole day through. これからのテンポだと普通だと1-2-3-4ってやりますけど、うん、この時代のやつ多分もう全部2拍子なんですよ。あーそっか、そのあれか、うん、例えば B.B. キングとかの、はい、ドゥ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 、要は似たようにバックビートいらしいからそういうふうに数えるけど、結局と1-2-3-4-5-6ってこれを数えにくいから、うん、ただあれでも8部で1-2-3-8叩けて1-2-3-8やらないじゃないですか、うん、そうすると一緒で1-2-3-8って言わないですよね。8ビートとか16ビートっていうのがおかしい。そう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 、単数表現4ギャンみたいな弱点なんです、うん、単数表現する意味がないんですよ。メロディーやないレイチャーズがお前は4-4でやってるけど、この曲は2-4だって言うんですよ。ソミマンで、ギターで弾くときに、はい、今、もう全部、そうですよね、これもそうですし、倍の速度で弾くとき、はい、あ、そうですよね。それはなんかこう、あ、でも1がここにあるし、どうせ、そう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 、1が常に返しなんですよ。で、でペッ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 ペ
うん、多分そんなのここら辺で始まれたこれこっちの、まあ、1,2,3,4 で考えると、うん、返しが多いんですよ、まあ、節が始まるっていう意味ではで、こっちはこっち始まるやつは振りが多いんですよ。はい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 、はい、こっちもそうですね、こっちも振りが多い方です。でも例外がたまにあるんですよ。でそれがあの 12B グッドみたいな、うん、あ、うん、あみたいなやつです。うん、あ、うん、あみたいな2音のやつに なると、うん、絶対次の音の方が、うん、こっちの方がやっぱりこっちになるんですよ。ワン、ツー、スリー、パターン、タッタ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 、あ、あ、あ、みたいな、うんうんうん、そうそう、だから2音だけのフレーズとかそういうのが連続する場合は全部これなんですよ。うん、あ、うん、あ、うん、あ、とか、うん、あ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 、全部そうなんですよ。全部そんな感じなんですよ。このモーションが常にあるんですよ。うん、あ、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 うん、あってのは。全部この法則だと思います。バー、タタ、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 みたいな。バッテテテテテ、バー、バー。これをめちゃくちゃ強調してやるんですよ。だから今みたいなやったやつをホーンとかで向こうの人やると遅いんですよ、めちゃくちゃ、うん、だからワン、ツー、スリー、バタタタって始まるとバーパラララバー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 ならもうこれかんめちゃくちゃめちゃくちゃ振ってるからやってるんですよ。めちゃくちゃ振ってるから、うん、遅く感じる。そうそうそうです。オリーナイチンゲールとか言う。ああ、このホーンの感じっていうのがあったんですよね。この遅れ方は別に心地悪くないんですよ。そうそう。ブーン、バーン、ラーン、ラーン、ア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 ン、これ全然おかしくないですよ。うん、でも、ブーン、ダ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 ンってなると違うっていう。うん、それは、浅すぎてもう、もうやめてよみたいな。そうそうそう。なんていうんですか。そうそう。このシンコペーションの話っていうのはこれに全部つながるんですよ。この感覚が入ってくると多分すごくあれが出てくると思いますね。粘りみたいな。そうそうそう。ストーリーマンデーのあのドラムのあの感じっていうのはすごいブルースドラムの感じなんですよ。そうそう、あの軽い感じ、あれが多分あの感覚がジャボの共通するあの軽さなんですよ。重さと言っていいかもしれないけど、だからクライドとかもうちょっと真ん中らへんなの、真ん中というかこの辺なんですけども、この辺じゃないですか、今のなんかストーリーマンデー。はい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 。あれ多分ジャボのそのセックスマシンのドラム、スネアのドラムも多分この辺。ああ、そうの違いを考えたことなかった。うん、あの辺のオールドスクールの人たちの持ってるあのタッチなんですよ。これなかなかエグいと思います。この発想絶対ないっすもん。ワン、ツー、スリー、フォー、バッ、バッ、バッ。パパ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 パっていうぐらい遅い感じでしたもん。やってる感覚はもうみんな一緒ですよ。その
拍くとそのシンコペーションの感覚っていうのは、ね、ベースはねやっぱ拍の楽器なんですよ。やっぱりそこなんですよね。節ではなく、そうそう、あんまり節で考えるとわけわからないから、拍の楽器はバンって張り出すとこは張り出さないとなんですけど、節で考えるとギターは節弾くじゃないですか。はいはいはい、はい、ベースは拍なんですよ。うん、ベーディーやつって、ブンパブン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 ブンするでいいやと、ベースも一緒でガッブンブンアブブブンアブブンブンアブつぶだけでいいと。また落ちてる感じでいかないと、だからそう、ペーン、うん、あ、うん、あんじゃなくて、ペーン、うん、あ、うん、あ、みたいな、あ、そこはもうミュートするんですよ。ミュートするんで、また落ちてるんですよ。あぁ、うん、あ、あれ急にキュッて止めるんじゃないし、ペーンってなんかぶつけたみたいな感じ。完全にもう落とし込む感じでいいと思うんですよ。
うん、あーちょっと待ってくださいね、もう一回言います。うんうんあーあーうんうんはいうんうん、こうやって発表してたらいいんじゃないですかね。あのよく歌の人がやるでしょ、向こうの人がなんかあーええー、そうそう、こういう風にやったりとか、あれの意味ってそうなんですよ。 You make me feel You make me feel like a natural woman これうんうんあ全部全部返し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 振り返し返し振り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 か、なんかそんな感じですよ。ほとんど返しが多いですよ。うんうん、そこは不利ですよ。そうそう、ほとんどあ、うん、確かに確かに、うん、あのこっちの方が遅く弾けるんですよ。あの白の伸びるぐらいの感覚で戻りたいです。うん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 あいおおベインうんあうんあなんですよ。でこっちにフリーになった時は持たせかかったらいいんですよ。あのそこから急いだらダメ、絶対急いだらダメ。あ今のところもう一回やってみてください。トン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 ってやんなよっていう。そう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 、全部これしないといけないですよ。あ、そっか、これなんです、これなんです、これこれこれ。ちょっと待って待って待って、これです。今までの半年が全部これです、これです、これです、これか、これです。あ、やばい、これはくそ次またこっちでもいけるじゃないですか。そうです、ね、この感じやるんで、キッコキッコやってるみたいな感じがあるんですよ、あの辺のバンドの。ケイリー・ブラウンとかで試合やった時、サックスの音がえらいなんかこのドアノブがキチンみたいにキッコキッコやってみたいな感じになるなと思って、これなんやなみたいな。うんあうんあとかやらせたらすっごい、もうこれがすっごいもうなんか質感があるんですよ、音に気が擦れるみたいな、あれあれあれなんですよ。要はあれがすごい正確に出てるからそういう風に聞こえるんですよ。そうそうそう、ハーモニカの列車の真似とかなんかうんわ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 かうんとか、あんなもん全部そうなんですよ。ワーゴはそうなんですよ。そのまさしくその状態がだから全部返しになってるんですよ。テレビサービスのうんわうんわうんわでも返しの前に音が入ってるからみんな混乱するんですよ。わうんわうんわうんわじゃないし、うんわ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 全部返しの音がワーの高い音でわわおかおかおかかの音になってるんですよ。普通にやってたらそうなるはずなんですよ。ジョニー・ビッグッドと一緒なんですよ。だからあんな古い曲でもそうなんですThank you.
Wins his race and あくまで返すってことなんですよ。そうそうそう。返すためにちょっと戻るよねみたいな。そうそうそうだけど、はい。リアクションじゃないか。ゴーストの子みたいな。そうそう、そんなやつです。そうそう。
返して戻せですね。そうそうそう。とりあえず。うん。だから返してでもその池がガーってやるわけじゃないですよね。そうですよね。本当そうですよね。そういうことじゃないですよ。そっか、あれ、アップっていうかその決めは同じ、そうそう、トラックフィートとか雨みたいなさ、全部アップに入っててもパターンが入るとこっちになるんですよ。 So good! So good! I got you! Oh! I feel nice! そうそう、あれがパターンがないから、あれパターン入れたらこっちになっちゃうんですよ。そうなんです、ベースほとんど返しなんですよ。重心の位置が高いとかコメントが昔あったんですよ、ね、うん、その時に、あ、これも完全に違う意味で聞いてくださって分かったら、それは返しやから、その低いところがあったらバウンスできないわけですじゃないですか。だってスイングするみたいな、そうそうそう、ブランコみたいにこう振ろうと思ったら、そんな低いところやったら振れへんやないかと、こけちゃうこけちゃう。そうそうんでんで、そう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 、んでんで、そうそうそう、ああうんおんあいこあいうんあうんあうんうんああうんおん、そう、これが弾くとドゥドゥってなんかこうこんななっちゃうんですよ。返しとここがリンなんかリンクしてないみたいな。あ、遅れてようが走ってようが気にせずにゆっくりその頭に、そう、うん、そう、それを弾く場合、そうそう、それでいけると思います。私もそんな早く弾いてないです。そうっすよね、そうそうそう、そうなんですよね。どこ、どこだったの。いや、なんならゆったりなんですよ。そうあれと一緒、あの、例えばこういう、なんですか、スペクトラムアナライザーみたいなの動いてるとするじゃないですか。あの、EQ の、そうそう、EQ のあの、あの液晶、液晶じゃないの、うん、あの、光るやつ、あれで低い音が、うんうん、こっちがわわわわうんわわいうんわビーン、高い音だからちょっとちっちゃくなるみたいな、こっちが上がるみたいな、うん
あうんあみたいな、うん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 はいうんペーンうんあうんあみたいな、逆だったかも。そうです、だから節と拍の楽器の感覚でこれになるとちょっと節の感覚も出るじゃないですか。あの厳密にはそうじゃないんだけど、そうなんです、その拍の方なんだけど、そういっぱい弾いてるからですよ。そうそういうことです。整理して、なんか一個ずつ考えてたら多分、なんか構造が、そう。そうか。えぐいよね、これ。やばい、これは。これ、だからその4でもうこれに繋がってるし。そう。日本奏法は、常に、そうなんですってことですよね。そうです。あうあそうです。あうあで、うの方の音の方が短いから逆に難しいですよ。そうなんですよ。こういう感じで、これともうシンコペーションのあれです。
このこれだけでもダメだし、これだけでもダメだし、うん、常に両方、あ、それが逆回転、あ、そう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 なんですよ。これ多分シンコペーションの話一緒なんですよ。うわーでそのどっちもあるよみたいな。そう、そういうことなんですよ。これものすごく効果的な、これも日本奏法そうなんですよ。めちゃくちゃ効果的なんですよ。そうっすよね。